驚き、轟き、おはろき、正規アイドル轟きちゃんです。お願いします。ネイルを変えてきました。仕事が YouTube 一本になってから、ずっとね、ネイルし続けてるんですけど、結構ね、ご質問をいただくことが多いので、今日はネイルについて動画にしていきたいと思います。とは言ってもね、私毎回、お店の定額ネイルなんですよ。最近やったネイルがこちらの2つなんですが、どっちもね、お店の定額ネイル。もともとあったデザインを色だけ変えてもらったっていうやつです。大体毎回そうやってやってる。でも今回動画でネイルやろうって思ったら、やっぱちょっとね、初めてオリジナルっていうか、お店にない自分だけのネイルをやってもらおうかなって思って、今回はね、初めてだと思うんですけど、完全に私だけのネイルにしてもらいました。今回はネイリーというアプリを使って、このね、ネイルの予約をしました。ネイリーはね、直接ネイリストさんを探して予約ができるんですよ。こうやって一覧で見ることもできて、評価とかもね、かなり見やすいんですけど、このアプリで今、本当にすごいキャンペーンがやってまして、ネイル一生無料っていうキャンペーンやってるんですよ。すごくない?これ。マジ当たったら、ネイル一生無料だよ。すごい当たり前のこと言ったね、今。下のタブのデザインっていうところから、ホットっていうタブを押すと、今なんか流行っているデザインとか、これをバーっと写真で一覧で見ることができるので、ここから気になるのがあったら、タップして、そのデザインを出しているネイリストさんに直接お願いすることができます。こうやって一覧でバーって見れるのはね、すごく助かるなっていうふうに思います。では実際に予約画面を見てみたいと思います。この上の東京都すべてって今なってるところ。ここからネイリストさんを探すことができます。エリアもね、結構細かく探すことができるので、職場、学校、家から近い場所を探すことができます。そしてメニュー、料金を選ぶ。私がいつもやっているのはハンドジェル、ソフトのね、ジェルでやってもらっていて、特に長さ出しとかはしていないんですが、スカルプやりたいんだったらここにチェックを入れたりとか、あとは足の爪、フットもね、選ぶことができます。で、こんな感じで値段も、だいたいこのぐらいまでだったら出せるなっていうのをここで調整することができます。これすごい便利だと思う。カレンダーから候補日を3つまで選択することができて、直近の日にちだったら今日、明日、明後日っていう風に検索することもできます。あとは個室がいいとか、リーズナブルとか、あとは夜8時以降 OK とか、これすごい仕事してる人助かると思う。条件を選択したら検索をします。そうすると、条件に当てはまるネイリストさんがバーっと一覧で出てくるので、まあ、レビューを見たりとか、デザインを見たりとかしながら、自分にぴったりなネイリストさんを探して予約することができます。で、今回こちらのネイルをお願いした方がこちらの方です。すごく落ち着いててシンプルなんですけど、ちょっとこう、きらめきがあるようなデザインがね、ドンピシャだったので、こちらの方にお願いしました。予約をするときは、予約をリクエストするのボタンを押して、やりたいメニューにチェックをつけて、日時選択に進みます。私のこれの場合は、デザイン、そして他のお店でやったネイルがついていたので、他店オフをチェック入れます。そして日時選択に進みます。ネイリストさんの時間が空いてるところだけ、選択ができるようになっているので、この中から自分に都合のいい日にちを探します。次へを押しますと、ログイン画面が出てきますので、ここで自分のアカウントでログインして、こんな感じで予約は完了です。で、事前にダイレクトメッセージでネイリストさんと直接デザインの相談をしたりとかってすることができます。私は、とりあえず大人っぽく上品な感じにしたいっていうことと、あとはね、猫を入れたいですって書いてあるんですけど、これきなこのことです。せっかくオリジナルっていうことで、私が描いたきなこのイラストがあるんですけど、これを入れていただこうと思って、これをね、事前に送っておきました。じゃあネイルサロンで撮ってきた映像をご覧ください。どうぞ。はい、というわけでネイルサロンにやってきました。今日やっていただく木村さんです。お願いします。お願いします。事前に送っていた内容と、あとはデザイン一覧からこういうのが好きっていうのをその場でちょいちょいお伝えして、それを盛り込んでもらって、私がいろいろお願いしたっていうよりは、ネイリストさんに結構お任せしたんですけど、すごかったですよ。どん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 、サクサクとね、決めてくださって。で、やっぱり自分の好みに合ったデザインをいっぱい出しているネイリストさんを選べるので、なんか思ってたのと違うみたいな事態にね、なりにくいと思うので、すごくね、いいと思いました。きなこの絵も、大人っぽいデザインの中で浮かないように、ゴールドのね、細い線で描いていただいて、結構がっつりと描いているんですけど、悪目立ちしないようなね、すごい統一感のあるデザインになりました。はい、というわけで完成しました。すっ
ごい可愛くやってもらいました。でネイリーで予約をすると事前に金額が分かって、でアプリで支払いも済んでしまうので今日はお会計必要ないということで、帰ったらまた紹介します。はい、というわけでこちらが完成したデザインです。お花のデザインがすごい好きなので人差し指と薬指に入れてもらいました。しかもねこれ手書きなんですよ。結構衝撃的だったのがこことね、ここに本当にめっちゃ大きい天然石みたいなやつをね入れてくれてて、横から見ると結構立体的になっていて、クリアーな感じがねめちゃめちゃ可愛いです。あとはキラキラしたデザインだったりとか、右と左で色を変えてもらったりとか、このね二つの色もネイリストさんがその色を配合してオリジナルの色をね作ってくれました。すっごかった、職人技だった。きな粉が入ってるの分かりますか？でも全然さ、こうやってやったらさきな粉入ってるって分かんないでしょ。板ネイルとまではいかなくてもイラスト入れたい人とかね、こういう入れ方すごいおしゃれだしおすすめです。というわけで今日は私のネイルをご紹介しました。初めからネイリストさんと相談ができるとか直接連絡が取れるっていうのはねすごくいいなって思いました。会ってから考え始めるよりもサクサクと進むし、なんか違ったなっていうのも少なくなると思うので忙しい方にねすごくおすすめです。アプリで支払いができるっていうのもねすごくいいなって思いました。そして最後にネイル一生無料キャンペーンの応募方法をお知らせします。ツイッターのネイリー公式アカウントをフォローしてキャンペーンの投稿をリツイート、そしてアプリの無料登録が条件です。2020年の1月20日20日までが期限となっております。ネイル一生無料って本当にすごいと思う。ぜひぜひ応募してみてください。というわけで今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。